飛び出しました。両者進入が進んで見合う状態ですね。はい。さあ激しい戦いを勝ち抜いてきたマシンですので、それぞれにね、必要な部分も出てきてるかもしれませんけれども、はい、さあ、繰り返されたピースメーカー、それを復帰することができるのかどうか、現在審判によるカウントが行われて復帰しました。しました。そして、はい、シールドが激しく飛びまして、山田の足が場外へと落ちました。さあ、まずは青の旗が上がっています。青の旗が上がりました。 A リングです。はい、それでは激しかったですね。1分以内に枠内に収まるように赤の場外により青の1本として集めてください。あと取ったと思ったんです、あ、はい、山田選手が取ったと思ったんですけれども、逆に山田選手落ちてしまいまして、はい、青コーナーがまずは1ポイント先取。そして、先ほどピースメーカーから何か激しく飛び上がったものがありますが、カバーですね、これはカバー、はい、修理ということになりますか。それともこのまま進んでいく形でしょうか。まま 修理に入ります。はい、はい、さあ、それでは B リング注目してまいりましょう。はい、今ですね、ロボットをスタート地点にセッティングしている段階ですね。はい、両者ともに、ね、大きなロボットで同じようなアームの構成なので、はい、そうですね、形は非常に似ていますね。はい、エアコーナーがメイドちゃん、はい、スタンダード、はい、マシンの最後尾がスタート台から出て、スタート台を撤去した時点で攻撃を開始します。それでは第3回戦第4試合始めます。レイ、さあ、ベイドちゃん、そしてラファン、試合始め、始まりました。赤コーナーラファール、青コーナーベイドちゃん、ラファールですね、失礼いたしました。さあ、似たようなスタンダードなマシンと言えるでしょうと藤田さんからのお声でしたけれども、それぞれ短いアームが2本、そして長いアームが中央に1本ついています。さあ、中央の山を挟んで今睨み合いですが、似たような機体だからこその戦いがありますね。現実は多分お互い分かりきっているはずなので、さあ、長いアームを振り回しながら、なんとか相手の機体に差し込みたい。そして A リングもスタートとなります。はい、まずは青がポイントを取っています。ピースメーカーが1本ですね。はい、2ラウンド目に突入しました。はい、ピースメーカー あのシールドが若干こう柔らかい感じでね、若干こう弱いのかなという感じがしなくもないんですが、はい、あのシールドがかなりの力を発揮していますね。そうですね、あの下からの攻撃に対してもですね、あの力が逃げてしまうので、うーん、あの防御力があるといいますか。なるほど、柔らかいがために防御力があるということですね。A リング、B リングともに試合が繰り広げられています。 B リングはスタンダード同士、そして A リング、すでに1ポイントを先取しているのが青コーナー、赤い機体のピースメーカーです。はい、さあ、どのように山田が攻撃を仕掛けていくのか、それとも守りに入っていくのか、はい、さあ、それぞれ A リング、B リング進展があったところで、解説のお二方に声を上げていただきたいと思いますが、大きく今も30秒切ってますけれども、はい、B リング30秒切ってます。そして A リングの、山田に対して激しい戦いとなっています。さあ、嫌な音が響いていますが、ピースメーカーが今落とされました。A リング、ピースメーカーが場外へ落とされました。激しい試合です。そして、B リングは時間切れとなっています。